野球伝道博物館の伝道ギャラリーこの一覧はアメリカ合衆国の野球界において伝道入り表彰を受けた人物の一覧である表彰は野球界で偉大な業績を残した人物や野球界の発展に寄与した人物に与えられる表彰者はニューヨーク州クーパーズタウンの野球伝道博物館のギャラリーにレリーフが飾られる表彰は1936年に始められ 現在まで83人の投手、181人の野手、23人の監督、10人の審判員、36人の野球発展貢献者の合計333人が表彰されている。そのうち、ニグロリーグからは、投手が10人、野手が19人、監督が1人、野球発展貢献が5人の合計35人が、栄誉に預かっている。ベイブルースと、 タイカップホーナスワグナーナップラジュイコニーマックサイヤングアレクサンダーカートライトジョージシスラージョーティンカーフランクベイカージャッキーロビンソンハリーライトテッドウィリアムズサンディーコーファックスミッキーマントルラルフカイナーアーニーバンクスウィリーメイズトロイキャンパネラフォードフリックヨキベラハンクアーロンジョニーベンチロリーフィンガースレジージャクソンジムバニングジョージデイビスノーランライアンオジー スミス・ポール・モリター・トニー・グ・ウィン・カル・リップ・ケン・リッキー、ヘンダーソン・ブレック・マダックス・ランディ・ジョンソン。ありがとうございます。